今回紹介するのはスピリチュアルパーゲーション浄化出会いの奇跡別れの奇跡という本です。まずパーゲーションとは魂レベルにおける浄化という意味なのだそうです。出会いの奇跡は宿命別れの奇跡は運命ですから出会いよりも別れに人格 人の価値が現れます別れという一つの現象を問うよりもそこで自分がどう表現できるのかがとても重要ですあらゆる出会いは宿命でありその縁を選び取りどう絆を結んでどう育んでいくのかが運命であるのだということですそして出会う人は波長の法則からしても自らの写し鏡であるということそして 命を作るののはは自分自分身に他ならならいのだと江原氏は言われます確かに人間性、ひいては人間の価値は、うまくいっているときではなくて、どんつまり、どん底の時にこそ、測れるものなのだなと、ひしひしと感じております。この本は、あらゆるパターンの別れに際しての心構えと対処法が記されていて、 多くの方に役立つであろうと同時に今現在離婚などの決断を迷っている方の背中をそっと押しつつ最初の一歩を踏み出す勇気を与えてくれるものではないかなと思います別れが辛くて泣いてある多くの方に自らの気づきによって幸せの種を受け取っていただきたいそう願っております別れのあり方で次の幸せも決まってきますし そのステップアップがまた次の幸せを作る。だから別れは幸せの種になるのです。以上。興味のある方は、実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は、最後までお付き合いありがとうございました。よかったら、チャンネル登録をお願いいたします。